武装は、当朝の第十八代皇帝、僕高隆の逸尾。はじめは、英王に封じられていた。八百四十年に、文装が崩御した後、観官,官の旧史料らにより、皇帝に擁立された。すべての子が創生した文装は、生前に、イボ兄の慶僧の抜手である、リナルミを皇太子としていたが、朝政を宣断していた旧史料を死亡とする。 新作軍派の官官らによって、李がスメラフ等々に擁立され、李成美は陳王に封じられた。武装は冷静沈着で、明晰かつ決断力に富んだ人物であったと皇帝は伝える。李特有を最小に登用し、官官勢力の抑制や中央集権体制の立て直しに努めた。しかし同志である長期心を信任し、同郷に傾斜するあまり、 大将の廃物と称される廃物例を出している。これが当時の寺院は、荘園の大規模保有者でありながら、無税とされ、銅の不足に禁する銅線不足による経済的混乱が見られ、大量の銅を使用し仏像や仏具を製造していた仏教側の問題もあり、純粋な経済政策という評価もある。また、 当時行為を争った叔父の李が身の安全を図るために仏教を利用したことも仏教攻撃の一因になったとの説もある。846年、大役による中毒で33歳で放御した。死の間際に炎と解明している。皆即出。ありがとうございます。